タクボのスピリチュアルライト,トークタクボタケシですこのラジオではスピリチュアル精神世界の知識を日常生活仕事そして人生の目的使命に生かすための情報をお届けしています今日のテーマはタクボが最も信頼を寄せている精神世界の名著「黎明」についてその中でも最も魂に響くフレーズについてご紹介します霊名という本はね まあ一言で言うと、スピリチュアル情報の百科事典っていうかねあの、非常にその緻密に、なんかね、やっぱりいい加減な印象があるんだよね、スピリチュアル情報ってね。もう言ったもん勝ちじゃないけど、目に見えない世界のことをいいことに、まあ予言めいたものもそうだし、宇宙人がこういうふうに言ってるよとかね。で、それを非難、批判するつもりはないけれども、じゃあ何を持ってとか、 どうしてもこの地上の物質次元の視点しか持ち合わせてない人間に対して非常にこう不親切なね配慮の足らない情報が多いなって感じるんだよねでもね霊明っていう本はねそこをねもう本当に緻密に例えばこの科学者と言われてるまあある意味ではねスピリチュアルと対極にあるような分野があったりするじゃないでもその科学者に この目に見えない世界を伝えるにはじゃあここから伝えればいいだろうって言ってちゃんと淡々とこの物質次元の物理的な法則から、まあ、いわゆるその量子論とかねいろんなところを基準にしてるような人が読んでももう偶の音も出ないぐらいの緻密さで書いてあったりとかまたこの目に見えない世界に抵抗感がない人はじゃあここから読んだらもうすごくよくわかるとかもしくはそういう配慮がないような表現に対してもちゃんと ポイントを押さえて、てこここれこれこうだからってねもう、とにかく緻密に丁寧に細かーくね全分野にわたって記されてるまあそんな本だよねもう分厚いまあ俺が出会ったのが1998年の12月なんだけどねまあその時はね1冊今は上下間分かれて2冊になってるんだけどでもねその分厚くて細かーいもうほとんど字しか書いてない その本にものすごくもうどんな本よりも吸い込まれたんだよね。うわ、ここに全部俺の求めてるものがあるぞってっ感じたんだよね。もちろん、目次を見たりね、中をパラパラってやっただけでもそういうものものすごくピンピン感じてね。あれはもう本当に運命の出会いとしか思えないぐらいのね、精神世界の本質が記されている素晴らしい本だなって、宅馬は思ってる。そういう本だよね。でね、この著者は芦原美曽さんっていうんだけどね。実は 黎明にしびれるポイントがいっぱいあってねまあこれはもうあげるときりがないんだけどねそのうちの一つにねそこまで緻密に書いてある本だからこれを書いてる人って一体何者なんだっていう気持ちになるわけよ弟子入りしたいと思ったもんね僕ここまで知ってる人ここまで真理を表現できる人にもうぜひ教えをこいたいみたいなねで当然そう思うとこうプロフィールを探せるじゃない本のねど,どこの誰だってだけど 足原ーといいうペンネームししかか明かしてないんだよつまり一切のプロフィールを明かしてない。で、なんと一番最後のね、終章エピローグにね、何が書いてあるかというと、この著者に関心がね、向くと思うんだけど、それはこの本で書いてあることに全く反するんだよと。つまりパーソナリティって言ってね、我々人間が見ている私と他人という、その分離というところを指してるんじゃなくて、その背後にある、 私たち人間の本来の意識状態のことを書いてあるのにそのパーソナリティとして表現された著者という幻影に焦点を当てることはそもそもこの本の目的に反するから関心を持つなとそもそもこれを書いてる私もまだまだ修行の途上で未熟だからねみんなからね見つけられて先生先生って言われたら自分もつまずいてしまうんだと地獄に落ちてしまうんだとだからあの要はね著者を探すなって釘を刺してるわけ、まあ、簡単に言うと だから、まさにその宅牧の思いうわすごいこの人会いたい弟子入りしたいっていう思いにぐザっとこう釘を刺すようなこの本で言ってることを正しく知りたいんだったら著者なんて関心持ってるんじゃねえというようなこと言ってるわけああ知りたいでも会えないのかみたいなねそういう葛藤があったけどやっぱりね宅牧は未熟だったからね最初は諦めきれずにネットを調べたりとか著者探しっていうものをしたんだけどねまあ途中でね あ、やっぱりこれは間違ってるなと。例名が指し示している通り、ここに書いてあることを自分で生かしていかなきゃいけないなって。そんなことをね、思って実践に移してたある時ね、ある人が訪ねてきたんだよね。で、ガチャってね、ドア開けたら、そこに立ってた人がね、あ、シャラミソだって分かったんだよね。なんかどこかでね。まあもちろんそれはね、直感だった。 たのでその後ね応接に通していろいろ話してたら実は黎明の著者だっていうことが分かってね拓吾にとっては超衝撃的な出来事だったんだけど探すのやめたら向こうからやってきたみたいなね実は卓馬は大ファンでもう黎明の読者でねお会いしたかったんですよって言ったらねまあこれは上の方の計らいでねこういうことが起きるんですよみたいなこと言ってもらったんだけどでまあそれがきっかけでいろいろとお付き合いが始まって この例名にね書いてある著者から直接ねいろんなことを教えてもらったりとかできるってもう自分としては夢のようなねお付き合いが始まってで晩年ね芦原さんが今度あえて読者の前に出てってそして講演活動するっていう時もねずっとお手伝いさせていただいたっていうそういう流れがあるんだよね。でね黎明ってねこれ不思議でね どのページ開いても魂に響いてくるもう珠玉のフレーズだらけなのでね。で、よくね、その中でもすごく大好きなところとかね、心に響いたところとかありますかって聞かれるけど、本当にもう全部なんだよね。でも、それでもあえて、これはっていうね、ところを一個ピックアップちょっとね、してみるとね、これある時ね、芦原さんと世間話してる時ね、もう黎明の中でも大好きなフレーズがあるんですよって、卓久がね、 そういう話をしてた時に、それはね、どういうところかというと、で、タクボが話し始めたらね、芦原さんもここでしょうっていう感じで、同時に話した、まあ。まさにね、ハモったんだよね。そのハモったところが同じところだったわけ。で、続々ってきてね。で、芦原さんね、なんて言ったかっていうとね、これなんかずっとこう書いてると、自分が書くんじゃなくて、 より本質から欠かされるような時があるんですよって。で、その最たるところがそこですよみたいなね、ことを言ってくれてね、あ、やっぱりそうなんだって。だから同じところに共鳴して、うわ、すげって、さらに感動したことがあったんだけどね。どういうところがハモったかっていうところを今ね、黎明から引用してみますね。これは、新版黎明という本の上巻の156ページのね、一番後ろの行から157ページのね、一番前の ようにかけてのところねそのハモったところ読みますねこれは全知全能の神がその全能によって自分自身を不自由にするという奇跡を演じているわけですっていうところねもうこれがねまさにタクボが言ったのと同時に足原さんも一緒にってこうハモってねで続々ってきたところで足原さんがまさに自分が書いていてまさに書かされるようなねそういう箇所の一つですよっていうふうに説明してくれたんだけどタクボはこの霊的な真理を 理解するときに、どうしてもね、この霊的な信理の本質っていうのは、我々の本源である神であり、完全なる意識、それこそが本当の自分なんだよ、いうことを概念では学ぶけど、同時に、でも、じゃあ完全なのになんでこんな大変なことが起きるのよ。なんでこんな嫌なことが起きるの。どうしてこんな悲惨なことが起きるんだ。どうして完全なのにこんな不完全なことだらけじゃんって、どうしてもそういう二つの思いが出てくるんだよね。で、それをね、見事に融合した言葉だったんだよね。 でね、このフレーズだけだとちょっとピンとこないかもしれないのでもうちょっと前のところから引用してみるね。これは先ほどの156ページの後ろから6行目のところです。普遍意識の視点ではこの地上を含めた自分の視野にある一切の現象を自分の意識で作り出しているわけですから自分の意思そのものがあらゆる現象を司る法則になっておりその意味において現象世界の法則に支配されることはないわけです。このの本来の意識状態では、 宇宙全体が自分自分身ですから個人という視点から利己的な目的を持つことなどあるはずがなく全ての表現が全体ののの中での調和にに基づいたものになります。この私たちの内にある本来の意識状態から個人という想念を作り出して現象界に自分自身を投影すると。 私たちの多くが日常経験しているような制約された自我意識の状態が生じるのですがこれは全知全能の神がその全能によって自分自身を不自由にするという奇跡を演じているわけですっていうねそこにつながるんだよね。これだけでもねちこっとあの霊んってなとかうしそうな表現だなって感じた人はいるかもしれないるんだけど、あえいタクボがもうちがっと翻訳すとならば、 本来我々の意識っていうのは宇宙そのものなんだよと。だから宇宙に起きてる全部がわかってるわけ。自分の意識だから。あなたが自分の意識で自分の昨日あったこととか考えてることとか誰にも言ってないけど思ってることで全部自分でわかってるよね。それの宇宙版みたいなもの。宇宙に起きてる全部のことは全部本当の自分は知ってるんだよってこと。だから完全なの。でもその完全な状態では今度味わえないことがあるわけ。全部知ってると知ってる以上なのね。 完全以上だからあえてその何でもできる全知全能の神様がその全知全能の力を使って自分をギュッと不自由な世界に閉じ込めちゃったわけ不完全で何も知らないという状態を作っちゃったわけ何も知らないという状態を作ったからこそその知らないというところから少しずつ少しずつ知るという経験ができるっていうねだからこれがまさに全知全能なんだけど神様がそれをあえて自分を 不自由にするという奇跡をを演じて、そしてそそしの一端を私たちがまさに味わってるってているうね。まあ今言ったことも難しく感じるかもしれないけどタクボとしてはこの霊的心理の理解を深めようとしている時にすっごいこう響いてきた言葉なんだよねそうなんだよとまさに全部我々が今見ているこの不完全な世界と思っているようなものは神があえて 不完全な状態に自分を閉じ込めて、そして自分を知る経験をしてるんだなっていうね。この説明がすごく響いてきたんだよね。なんでね、そんなことをするかっていうとね、結局、完全な状態では味わえないことを味わうためっていう言い方ができるよね。だから、最初から答えしてたら何も経験もできない。完全であることには間違いないけど。でも一旦答えを忘れて、そして答えを知る経験ができるとか、 自分というものを知るためには、あえて反対側から自分を見たりとかね。自分の顔を見るときも鏡を見て、初めて自分の顔が分かったりするじゃないでも、普遍意識、つまり我々の本来の意識っていうのはもう全部が自分だから、自分で自分を認識する、自分で自分を経験するっていうことが、あえて我々の視点から説明するならば、できないんだよね、そういうことが。だから、自分を映し出すスクリーンを作ったというか、いわゆるこの現象世界っていう、本来のものを投影する、 世界を自分の力で作ったってこと。まあ映画館で言えばね、映画館のスクリーンみたいなものを作ったってこと。本来神様は映画館の映写機の元の光みたいなもんね。本当はそれしかない。本当はそれだけなんだよ。もうこの瞬間これを聞いてるあなたも本当はそれなの。それ。つまり光、不変識、神、以上なんだよ。でもその大元が自分というもののあらゆる無限の側面を経験するため、学ぶためにそのスクリーンというものを作って、そして それを見ながらあ自分ってこういう側面があるならこういうことがあるならこういうことも自分なんだっていうことを経験してるそんな言い方ができるんだよねこの話をするとねなんか完全で全知全能で自由自在だったのに閉じ込められちゃって残念に思う人がねいるってことを聞いて俺は逆に意外だったんだけどああでもそういうふうに思っちゃうんだなって思ったんだよねでねこれはね何が素晴らしいかというとまさに今 この我々一人一人人間がこの地上で体験してる、一見すると人生って大変なこといっぱいあるよね。まあお釈迦様が生老病死って例えたように生きてることも大変だし、ね、そして老いていくことも辛いしね、病気になったり、そして死ぬことが怖いって。いやそうじゃない。この生老病死が味わえるこの 次元こそ、つまり我々人間がこの人生に向き合う様々な紆余曲折あるプロセスが実は神様に目覚めていく素晴らしい経験をしてるんだと。その一端を担わせてもらってんだと。だからそれは不完全じゃなくて不完全でなければ味わえないことを味わっているその一端を担わせてもらってる。なん人生ってこんな辛いことも苦しいことも嫌だよってね、思っちゃったりするけど、でもこのことを知ると、あ、違うんだと思うわけ。でね、タグ保多分ね、この時 時にねあ俺がやってんんじゃないんだと思ったわけよこの世界の創造クリエーションしているこの活動というのはまさに普遍意識がまあ普遍意識を神というなら神が我々一人一人のこの人間やまあもっと言うと三戦草木神羅万象あらゆる生命の表現を通して自分を経験している素晴らしいことが展開しているんだなとそういうふうに思ったんです。多分それがねね深いところろで共鳴したんだろう、ね まさに本当の自分がいろんな表現体を通して自分というものを知る素晴らしい経験をしている状態なんだなっていうことが多分どこか深いところで共鳴したんじゃないかなと思うんだよね今日のお話は以上です参考になりましたらいいねやコメントでお伝えくださいまたチャンネルのフォローもお願いします このラジオでは今日ご紹介した精神世界の名著黎明の覚悟の解釈や日常の生かし方についてもお伝えしていきますまた私がお伝えしている見えない世界の法則仕組み霊的心理を見いだした紆余曲折の自分探しの旅についてまたそのプロセスで見つけた本当の自分普遍意識を見つける方法はブログの記事や無料メールセミナーで公開していますのでご興味がありましたら概要欄からチェックしてみてください それでは、次回の放送をお楽しみに。ありがとうございました。